鉱膜脳菌は、近海の鉱膜脳菌門、鉱膜脳菌属に分類される、水性菌類である。袋水かびと呼ばれることもある。鉱膜脳菌の種は一つの菌体を形成し、分子する基部を用ち、一方の端に、花根、もう一方に、胞子脳を持つ。一般に酸素を利用できないが、酸素の存在で生育は阻害されない。沈んだ枝や果実等で成長する。 1877年、ドイツの科学者、ポール・フリード・リヒラシュにより一つの種、ブラスト・クラディア・プリング・シミを含むものとして、鉱膜のお金属は記載された。1896年、ロラン・サックスターは二つ目の種 B ・ラモサを追加した。ロランは、腐敗カビ属の放射能との類似性をもとに、暫定的に鉱膜のお金属を、腐敗カビ化に分類した。1897年、 ヨゼフ・シュルーターは、レプトミターチーに、硬膜脳金属を分類した。1909年、ピーターセンは、硬膜脳金属が水か微目とは、本質的に異なるものであると考え、硬膜脳金目及び硬膜脳金化を規定し、硬膜脳金属を収めた。2019年9月現在、インデックスファンガラムは、ブラストクラディアの30種を掲載している。ありがとうございます。